はい、皆さんこんにちは。初めましての人は初めまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンの龍が如く維新ということで、本日も一緒に楽しく幕末の世を駆け巡りましょう。あとチャンネル登録、グッド評価等もよろしくお願いいたします。はい、では行きましょう。前回ですね、疑惑の局長近藤勇をですね、と戦って一応ね勝利を収めたところで終わっておりました。では屯所に向かっていきましょう。はい、今回ですね、屯所に向かう前に、屯所に向かって、帰り道ぐらいですかね、ムクロ街にねちょっと行こうかなって思ってまして、そろそろ闘技場ですかね、ああいったイベントもやっていきたいなと思っておりまして、ということでね、今回はストーリーがどれぐらいね進むかどうかはわからないんですが、サブイベントとしてはムクロ街のイベントもねちょっとこなしていきたいですよね。はい、ではですね、屯所の前まで帰ってきました。でちょっとだけレベルも上げましたので、前回ですね近藤さんと戦った時えらいね苦労したので、今度もし次の人ですね、起きた井上東堂土方どれかと当たった場合、また伏線がね予想されるので、ちょっとだけレベル上げました。では行きましょう。遅いで、はじめちゃん。起きた。何か用か。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。なんやその顔。まあええわ、後で土蔵に来てもらおうか。ここじゃまずいのか。二人っきりで話がしたいんや、わしとはじめちゃんとで。ほな。起きた。何のつもりだ。まあ気が向いたら話を聞いてみるか。土蔵で待っていると言っていたな。はい、ということで沖田さん、土蔵で待ってるらしいですが、土蔵といえば拷問ですね。拷問するような場所ですので、非常にね行くのは心配でございますが、これは行かなきゃ話が進まないですので、行きましょうかね、土蔵ね。自分の部屋に行ってアイテムの整理とかしてもいいですが、他の大使がね何してるか分かんないんで、ちょっと回ってみましょうかね。お、いた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 。俺らと違って斎藤さんはいつも忙しそうですよね。あは、何か特別な任務でもあるのかな。どうどう。よし、では行きましょう。はい。よう、待っとったで、はじめちゃん。俺に話ってのは。相変わらず愛想がないの。ええわ。ところで、はじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか。戦国、いや知らねえな。戦国は今日で指折りの呉服商や。伏見にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで、その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまわれとる。戦国は売られ、勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ、わしら新選組やで。なら、なんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしたないんや。せやから副長にも言うとらん。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩、二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた、何を企んでいる。なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉でも東堂でも。はじめちゃんは天然理心流を追ってうちに入隊したんやろ。
金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら脇前で揉めることもあらへん。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。沖田のやつ、言うだけ言っていきやがったな。伏見の戦国虎の城邸へ討ち入りか。気は乗らないが、やつ一人で突っ込んでいったらいらん死人が出ちまいそうだ。仕方ない。戦国邸の前に夜集合だったな。しばらく時間を潰すか。はい、ということで、戦国邸の前に行かなくちゃいけないんですが、まあ沖田の考えとしては、実はその討ち入りとか関係なくて、沖田がこうね、こう斎藤はじめと戦うためのこう、なんていうの、口実を作りたいだけなんですよね。多分ね。だから多分沖田と戦うことになるんでしょう、いきなりね。多分夜、斎藤君、局長には会えたのか。局長はあっちから来るまで会うことはできひんで。私もそう言ったんだけどね。じゃあな、うん。だからまあ沖田と戦うことになりそうですので、多分夜までね、時間潰してこいよって、潰そうかって言ってるんですけど、まあ多分サブイベントがいっぱい起きるんでしょうね、夜までにね。はい、ではですね、ムクロガイの前に来ました。で、夜になったら戦国邸来いと言っていて、寺田屋で夜まで時間を潰すかということなんですが、で、まあ先にちょっとムクロガイに賄賂を渡していきましょう。またあんたか、どうだ、ここを通りていいか。俺は引き続き酒を飲みたいわけだが。うん。では、伏見の聖酒ね、これを渡しましょうか。はい。ほら、これでも飲め。へへ、物分かりがいいじゃねえか。よし、ついてこい、通してやるよ。秘密の抜け穴があったよ。やりました。と、こんなもんだ。毎度ありえ。よし、ムクロガイに来たので、では、ムクロガイの例のね、香の、ね、匂い水でしたっけ。ムクロガイ、何度来ても気味が悪いところだ。ん？うるわ。ぎにぬぬぬ。くっ。なんなんだ貴様らは。ムクロガイに出向いておいて、なんだ貴様らはねえだろ。こんなことここで日常茶飯事だぜ。そういうことだ。さっさと金を置いていけ。じゃないと死ぬことになるぜ。へへへ。キキキキ。そうだそうだ。早く置いてってくれよ、金を。残念だが、お前らの期待には応えることはできない。あ？息が臭い男、なんだと？ほう、なら殺してでも奪わせてもらうぜ。おい、こいつムクロにしまおうぜ。はい、ならず者。金銭組三番隊隊長に喧嘩を売るとはいい度胸だな。もうね、このムクロガイのこのイベントって多分結構早い時期に起こるイベントだと思うんですよ。そのレベルじゃないとこまで来てるんで、まあまあ楽勝ですよね、きっとね。ぐはー、つえ、なんなんだこいつ。ち、おい、こいつダメだ。襲うな、他のやつにする。ちくしょうめ、ずれかるぞ。うん、まあ相手が悪かったね。なんせ新選組三番隊隊長ですからね。のけ者にされてやつらの巣窟、ムクロガイか。気を抜いていったら危ないな、用心しなければ。はい、徳を積みました。あ、武器屋か。ちょっと武器見てみましょうか。うん、まあ見てて。はい、買い物しよっか。商品を見せてくれ。あ、いや、何でもいいからこうてってやって。顔が見えない。あー、はい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 。白人丸、鉄砲斬り。あー、そっか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 。ムクロガイなんかすごい武器売ってるんですけど、
うん、高いですね、天候丸。でも攻撃力とかはそんなないんですよね。ただ値段がめっちゃ釣り上がってる気がする。こんなに高かったかな、前。なんかすごい釣り上がってますよね。流水。うん。あ、攻撃力はそんなに高くないんですが、非常に、まあ、後々こう鍛えていったら強くなるような武器なのかなっていう感じですよね。大筒か。ああ、大筒ね。野立ち。ああ、大立ちここで売ってたんですね。ちょっと野立ちだけ一振り買っていきましょうか。ふんどしはちょっといらないかな。火炎弾か。火炎弾もちょっと買っていきましょうかね。10発ぐらい買っていく。これだけでいいっしょ、7000も。はい。毎度。お気にまた来てや。ああ、この、ムクロガイの武器屋さんとかは、あれなんですね。絆は芽生えないんですね。君は？なあ、お侍さん、頼む、なんか、食べるものを。物乞いか。相手にするとキリがないな。ま、待ってください。ここ1週間何も食えてないんです。何でもいいので食べ物をお恵みください。1週間も食べていないのか。このままじゃ飢え死にしてしまうかもしれん。さすがに放ってはおけないか。うん。しょうがないな。何を出そうか。まあね。まあ、銀なんでもあげよっかな。ほら、これでも食べろ。ありがとうございます。うまい。うまいですわ。あ、絆か。ありがとうございます。お侍さんは神様ですわ。まったく、調子のいいやつだな。ははは、いやしい。身分の物乞い風情なんで勘弁してください。明るい表情になったね。いや、しかし食事をしたのも人から優しくされたのも本当に久しぶりで、本当に嬉しいですわ。いつか必ずお礼させてもらいますゆえ。とりあえずお礼のお礼を考える前に自分の食料のことを考えるんだな。こいつ一本取られましたな。とにかく旦那ありがとうございました。おい、卑屈な物乞いとの絆が芽生えました。はい。なんか食べ物を与える系のイベントやたらと多いですよね。まあ。この当時の貧困さというのがね、こうね。お、ワンちゃん。傷ついた犬。ん？お前どうしたんだ？傷だらけじゃないか。あ、かわいい。傷ついた犬。どうやら野良犬のようだがひどい怪我だ。放っておくとまずそうだ。何か精がつくものでもやろうか。え？傷薬でしょ？これ、ここは傷薬でしょ？今から手当てをしてやるからな。動くなよ。よし、これで少しは良くなるだろう。かわいい。少しは元気になったようだな。だがしばらくは定期的に手当てが必要そうだ。仕方ない。また来るか。はい、傷ついた犬との絆が芽生えました。ああ、ワンちゃん。はい、ここは黒坊主。なんだこれ。ん？なんだあれは。喧嘩屋、罪坊主。おう。喧嘩屋、なんだ。相良佐之助か。お、うん、お客さんか。いらっしゃい。いや、客じゃない。何なんだ、喧嘩屋とは。これはね、誰かぶっ倒してほしい奴がいたら、俺が代わりにぶっ倒しますよっていう仕事だ。ま、殺し屋に近いかもしれねえな。ちなみに、罪坊主は俺の名前な。物騒な職業だな。いいのか、堂々とそんな旗掲げて捕まるかもしれないだろう。へっ、その時は俺を捕まえようとする奴をボコボコにすればいいだけの話ですわ。いかにも喧嘩屋らしい理屈だな。しかしお前の体に入っている名前のリズム、それは何だ。これは俺がぶっ倒した奴の名前ですわ。倒した奴の分だけ名前を彫ってるんです。これをどんどん増やしていくのが目標なんですわ。悪趣味だな。ま、旦那も気が向いたら使ってくださいよ。今日はこの後馴染みの客が来るんで、またの機会にでも。
悪いが間に合っている。こんなところに何でわしが。悪大官。お？あ、見解はこんなところにいたのか。探させよって。来たか。で、今回はどんなやつをぶっ倒せばいいんですかい。このわしに恥をかかせたやつがいるんだが、あれ、目の前にいる私のことじゃないですか。おう、ちょうどこの男くらいの背丈で目は鋭くて柄が悪そうな。え？って、おい、あ、喧嘩や。こいつだ、こいつ。ん？お前は。覚えているだろう。誰だ。ああ。お前に以前ええじゃないか騒ぎの時にやられた大官様で忘れたとは言わせんぞ。お、思い出したか。すまんな、完全に忘れてしまった。はい、もういい。さあ喧嘩や。契約通りボコボコにしてくれ。何？偶然だね。まさか次の仕事の相手があんただったなんて。運命を感じるぜ。そうか、お前の馴染みの客ってのはこの代官だったのか。すんませんね、仕事なんで。あんた名前は？斉藤だ。斉藤か。じゃあさっさとぶっ倒してあんたの名前俺の体に刻ませてもらうぜ。はい、ならず者やってきました。まあ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 、まあ、やっちゃいましょうか。はい、来いよ来いよ。ぐっ、バカな。なんということだ。くそ、負けたから金を払わんからな。あんた強いな。こんなに強いやつ初めて会ったぜ。お前も十分強い。運が悪かったとでも思うんだな。いや、この差は運じゃねえ。俺は自分の力にあぐらをかいていたみてえだ。もう一度出直してくれ。ああ、いいね、こういうね、あの倒れても起き上がる精神は大事ですよ。強いやつをどんどん戦って倒して、この体のリズムが今の倍になった時、もう一度あんたに挑戦させてもらう。それまでせいぜい首を洗って待っていてくれ。じゃあな。変なやつだが、なかなかの腕前だ。今度会った時には厄介な相手になりそうだな。うん、まあ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 、でも龍馬さんもね、ああ強くなっているはずですから、その頃にはね。まあこの頃虫とか食べてたんですかね、江戸時代後期。そうしたら、あ、お前知らないのか、ここは亡霊武者が出るって噂の通りだぞ。ん？亡霊武者？なんじゃそりゃ。昔、今日の手を使って殺された武者の亡霊だってさ、その恨みを晴らすために夜になったら現れて腕の立ちそうな奴に勝負を挑んでくるらしいんだ。ものすごく強くて、そいつの勝負に負けた人は全員冥府に連れてかれるって噂だぜ。ふん、即せえな。嘘じゃねえって、実際に最近この辺りで行方不明になってる武士が何人もいるんだぜ。仮に本当だとしても俺たちは武士じゃねえし、標的にはならねえだろ。腕に立つ連中を狙う亡霊武者が夜に現れるらしいが、本当だろうか。亡霊武者。うん、夜か。夜じゃないと会えないってことだね。でもね、そしたらね、まあ夜のイベントの時にしか会えないんだったら、あ、これまたカンカンカンっていう人、目がうつろな男。あー、そっかそっか、ここ大砲屋さんがいたところかね。あ、大砲はまあまあ今別に。ん？あそこにいるのは。うっさいぞ、ちゃんと物は持ってきただろうな。はい、あ、はい、ちゃんと持ってきました。やはりそうだ、あいつは入れ替わった手荷物を持っていった男。ああ、はいはいはい、ここで出会えたか。この包みに最新式の銃が入っているんだな。さすが高く売れるんだろうな。念のため聞くが、お前これを傷つけてねえだろうな。そう、そんなことあるわけ。ああ、おいおい、ふざけるなよ。あって、なんだあって。
途中ほんのちょっとだけやけど、ビビったる衝撃が加わったかもしれません。なに？あれだけ扱いには気をつけろって言うただろうが。とりあえず中身を確認させてもらうぞ。すいません。ああ、どうやら大丈夫そうだな。あ、よかった。さすが最新式の銃だ。傷一つついてね。それよりもこの銃なんて革新的な形なんだ。柔軟な触り心地、ずっと手に馴染む握り心地。もし仕事中に小腹が空いた時も安心。その場で胃袋を満たすことまで可能だとは。クックック、この銃さえあればどんな奴が来ても負ける気がしない。ってバカ、これちくわじゃねえか。え？ちくわ？そんなはずは。ちくわや。ふざけやがって、本物の銃はどうした？え？ワニは何が何やらさっぱり。まさかお前、俺たちをはめたんじゃねえだろうな。どっちの娘がどうなってもいいのか？お父ちゃん、おゆき、このやら最初から裏切るつもりだったんだな。もういい親子揃ったあの世行きだ。そんなことありませんよ。おゆきだけは、おゆきの命だけは助けてください。その取引、ちょっと待った。誰だお前は。最強の荷物をこちらに渡してもらおう。その包みにはとても大事なものが入っているんだ。はあ、いきなり何言ってやがる。渡すわけねえだろ。入ってたのはちくわだけど。何ちくわ。ほら、ほんとだ、ちくわだ。ん、あんた、そういえばぶつかった時の、あ、お前らもしかしてグルか。くそ、道理で変なことばかり起きやがる。まさかお前が裏切ってたとは。ワイはそんなことを。おいガキ、邪魔だからあっち行ってろ。こうなりゃどうとでもなりやがれ。まずはお前をぶち飛ばしてやれ。はい、ということで、ならず者さんと戦いになりましたが、もう相手にはならないでしょう、きっとね。はい、合計レベルアップ。なんでちくわなんだよ、ちくしょう。お父ちゃん、おゆき、おゆき、ありがとうございます。兄さんのおかげで助かりましたが、どうしてこんなところに。俺たちがぶつかった時、お前ともう一人の男の荷物が入れ替わっていてな、そいつを取り替えに来たんだ。あの時、なるほど、それで銃がちくわに。ワイは貿易商をやってる佐伯と言います。貿易商。はい、はい、あの男たちに脅かされて武器の密輸の協力をさせられそうになっとったんですが、悪事に手を染める一歩手前であんたが取引を壊しぶち壊してくれた。ほんまにありがとうございます。ひとまずあんたが持っていた荷物は返しておく。あるべき場所に返しておくんだな。入れ替わった手荷物を返した。はい、はい、必ず。これ、ワイが持ってきてしまった手荷物です。ご本人に返してあげてください。入れ替わった手荷物を取り戻しました。ほんまにありがとうございます。ほら、おゆきもお礼いい。おじちゃん、ありがとう。ああ、よかったな。さて、あとは入れ替わった手荷物を持ち帰るだけだな。まさか大事な荷物の中身とやらがちくわだったとはな。人騒がせなやつだ。それにしてもうまそうなちくわだ。包みの中にはちくわが5本もあるな。どうする。いやいや、これはダメだよ。ちゃんと返すよ。あいつにとっては大事なちくわだ。ちゃんと返してやらないとな。はい、毒が入ってるかもしんないからね。そんなね、ホイホイね、食べたらダメだよ。よし、なんとかね、なんかイベントが勝手に進んでいって、なんとかね、イベント解消しましたね。あとは、匂い水のイベントをね、回収できればいいんですけど、どっかあるかなぁ。あ、怪人さん。ん、あの後ろ姿はクリークか。こんなところを一人うろついて、また襲われたらどうするつもりなんだ。クリークさん、何やってんすか。おい。おい。あ、斎藤さん、ご無沙汰してます。ご無沙汰してますじゃない。
この前革命上位という連中に襲われたばかりだろ。なぜ一人でこんなところをうろついているんだ。あの人たちに革命上位の方々にもう一度会おうと思いまして。何私がどれだけこの国のことを思っているか彼らに伝えたかったんです。そうすればきっと彼らも分かってくれるはずです。私のような境遇の人、日本を良くしようと思い来日してきた仲間が意味もなく殺されていくのは我慢がならないのです。綺麗事を並べてくれるね。外国人風情が本当にこの国のことを思っているんだったらさっさと国に帰りね。おい、おい、そこの外国人、お前には特別に選ばせてやる。今すぐお家へ帰るか死ぬかをな。皆さん聞いてください。私は日本のこの国のために。綺麗事はもううんざりだって言ってんだろうが。おい、あんたも知ってるだろう。外国人の野郎たちがどれほどこの国を踏みにじってきたか。日本のため、お互いのため、口ではそう言いながらあいつらは自分のことしか考えていなかった。日本と外国の金と銀の価値の違い、そいつに気づいた途端やつらどんどん金を買い自分たちの国へ持って帰っていった。そうなんですよね、レートが違ったんですよね。金と銀ね、確かね、外国とね。その結果日本の金は海外に流出、そのせいで国内には銀が混じった小判が流通し、小判の価値は下がり物価が上がる。お前のせいで苦しんだ日本人がどんだけいると思ってんだ。表向きは友好的な顔してても裏ではそっぱち、所詮は外国人、自分のことしか考えてねえんだよ。そんなことはありません。確かにそういう悪だきみをする輩もいたかもしれませんが、全ての外国人はそうでは。うるせえ、その顔を変える気はねえみてえだな。いいだろう、じゃあ死んでもらおうか。クリック、下がっていろ。斉藤さん、すみません。うわ、また邪魔するのか。そういえばお前も排除対象になってたんだっけな。まとめて殺してやる。はい、ムクロガイね、ムクロガイやたらと戦闘が発生しますね、ほんと。くっそー、どうして、どうしてだ、どうしてお前のような強い男が外国人などに味方するんだ。外国人だから守ったんじゃない、正しいと思った方についただけだ。この男はお前らに分かってほしかったんだ、どれだけ自分が日本のことを思っているかどうか、そして分かり合いたかったんだ。あんたも人が良すぎるぜ。そんなのは綺麗事だ。綺麗事だけで自分が殺されるかもしれない場所にわざわざ出向くと思うか。俺は今までいろんな人間と出会ってきたが、こいつみたいに日本のために命を懸けるような奴は日本人の中にもなかなかいないぜ。そんな奴を外国人だからと理由だけで殺すってのは視野の狭い話だとは思わねえか。斉藤さん。あ、いたいた、クリック先生。あ、大谷君。いや、探しましたよ。この前見ていただいた稲があるじゃないですか。先生のおかげで病気治ったそうです。おお、それは良かったですね。もう、農家の人大喜びで、先生のおかげで首くくらずに済んだよ、なんて言ってましたよ。ってあれ、すいません、なんだかお取り込み中でした？いいえ、良かった。本当に良かった。こいつらどうします？おい、外国人、今日のところは見逃してやる。え？お前の化けの株が剥がれたらまた会いに来る。それまでせいぜい気をつけな。おい、ずれくるぞ。はい。はい。うん、なかなかこうね、話が分かる棟梁でしたね。彼らも少しは分かっていただけたでしょうか。どうだろうな、同じ国の人間同士でも分かり合うことは難しい。ましてや違う国の人間同士ならなおさらだ。ちょっとやそっとでは変われないだろう。もっと根本からこの国を変えていかなければいけないな。きっと大丈夫ですよ。我々は人種は違いで同じ人間です。お互い歩み寄ることができるはずです。
あなたが私に手を差し伸べてくれたようにね。そうだな、そうだといいな。はい、サブストーリー22、尊王攘夷。はい、では進んでいきましょう。ですね、来たか、この匂い水。あの男が噂の危険な品を扱う商人だろうか。何危険な品って。ちょっとおい、お前に少し話があるんだが、ついに足がついちまったか。こんなところで捕まえてたまるか。何か勘違いしているようだが、俺は客だ。ただ買い物がしたいだけなんだが。キャバクラんじゃねえ。俺を食器買うたってそうはいかねえぞ。悪いが、ちっと痛い目見てもらうぜ。はい、ならず者。そんな壁際に立ってたらさ、よくないよ。くそ、俺としたことがこんなところで捕まっちまうとは。俺のことを奉行所の名物か何かだと勘違いしてるみたいだが、俺は客だ。え、本当か。本当にただの客なのか。ああ、買い物がしたいだけだ。そいつはすまねえことをしたな。あんた鬼みたいに恐ろしい顔してるから、てっきり俺を捕まえに来たものだとばかり。誤解とはいえ、いきなり喧嘩吹っかけて悪かった。本当は紹介がないやつの取引は死ぬ主義なんだが、お詫びにあんたとは取引させてもらうぜ。そうか、助かる。で、旦那、何が欲しいんだ。え、男にモテモテになる香水が欲しいんだが、あるか。あるにはあるが、旦那も結構好き者だな。俺が使うんじゃない。知り合いからの頼まれ事だ。はいはい、そういうことにしといてやるよ。ほら、これが香水だ。これをかければ男にモテモテになれるはずだぜ。そうか、ではこれをいただく。いくらだ。旦那には迷惑かけたし、無料でいいわ。実際俺もそいつに効果があるからよく分かってねえしな。そうなのか。確かにこんな水で男にモテモテになるっていうのもにわかに信じがたいからな。なんなら試してみるか。それおお、なんだか妖艶でかぐわしい香りがするな。確かに刺激的なものだな。ただ惚れるかどうかは分からんがな。とはいえ、ありがたく受け取っておく。ん？どうした？おい。ん？なんだって？好きだ。え？旦那のことが好きだ。何？なんだと？好きで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 大好きで旦那。これはまさか香水のせいなのか。効果は本物だ。なあ旦那、距離が近い。頼む旦那、俺の気持ち受け止めてくれよ。このままではやられる。しかしさっきも打ちのめしてしまったからな。ここはひとまず逃げるとしよう。じゃあな。大丈夫かこいつ。あ、旦那待ってくれ、好きなんだよ。これ最初からそういう人でしょ、この人ね。しつこいぞ、逃げろ。え、急いで伏見にいた女のところに戻ろう。何これ、ガチ逃げするゲーム。捕まる。伏見にいた女、こっち。あ、助けて。振り切った。ああ待って、捕まっちゃった。助けて。よし、ガチで逃げるぞ。来た。ここまで来れば大丈夫だな。やった、助かった。怖かったよ。
ふう、どうにか逃げ切れたな。どうでした？香水買えました？ああ、ちゃんと手に入れてきた。お使いの品、香水を渡した。ありがとうございました。これで私でも男にモテモテになりますかね。ふふふ。そうだな、効果は保証する。だがそれは大変危険なものだ。きちんと使うんだぞ。ええ、こんな危険な水が将来日本に出回ったら人生をめちゃくちゃにされる男たちも増えるかもな。香水、恐ろしいものだ。まあ香水、人生めちゃくちゃに。ちょうど寺田の前まで帰ってこれましたね。まあこれは、まあそれはそれでいいとして、この辺りにいましたよね、荷物取り違えてた人。この人だったっけな。あ、いた。あなたは僕の手荷物取り替えに来てくれたんですね。ああ入れ替わった手荷物を返しました。やった、でも中身は無事かな。ちゃんと全部あった、ありがとうございます。まさか大事な荷物の正体がちくわだったとはな。僕にとっては大事な大事なちくわなんですよ。いやー、ほんとちくわがなくなった時はほんと泣きそうになりましたよ。僕ちくわが大好きなんですよ。そうか、これちくわを取り戻してくれたお礼っす。どうぞー。大蛇の抜け殻。ほう、それでは。何に使うんでしょうね。ちょっとした不注意でとんだ面倒ごとに巻き込まれてしまったな。だがそのおかげで一つの家族を助けることができたと思えばよしとするか。はい、入れ替わった手荷物もクリアしました。いやー、予期せぬイベントがいっぱい起きますね。じゃあまあ寺田屋に帰りますか。いやー、今回もイベントが盛りだくさんすぎて大変ですね。ここまでとは。一体どうすれば。もう私の釣り人生は終わりだ。なんや、深刻な面持ちの釣り人がいるな。深刻な面持ちの釣り人がいるな。はい、ということで釣り人のイベントよりも私はちょっと寺田屋に入りたいので寺田屋に来ます。はい、じゃあちょっとまたお登勢さんに挨拶しに行きましょうか。お登勢さん。あ、はじめさん、もう帰ってはった。やばい、お涼ちゃん。そしたらゆっくり休んで。お涼ちゃん、ずっと忙しいんやし。お涼ちゃん、お涼ちゃん。いった。はい、今日はお涼ちゃんに会うことができましたね。いやー、いいですね、この寺田屋の雰囲気ね。むしろね、この宿に泊まってたらもうなんかこの宿にみんなで住んでるって感じになりますよね。いや、お父さんとさ、お涼ちゃんだけでさ、こんだけ炊き出しとかできる？こんだけご飯とかね、すっごいいっぱいあるよね。あ、お涼ちゃん。はじめさん、どうしたん。いや、忘れ物したん。ちょっとお涼ちゃんのことが気になって。一緒に料理とか作ってもいいんですよ。今日もええ天気やね。はい、いい天気やね。あの、なに。ほな、また後で。はい、じゃあ寝よっか。はい、布団にアクセスすると自由に時間帯を変更できます。ほう、なるほど、こういうのができるようになったか。しばらく休みます。じゃあ夜まで休みましょうか。はい、では夜になったということで、夜になったらね、現れる亡霊侍みたいなやつがいるって言ってましたもんね。ムクロガイにね。ムクロガイに行くっていうのも手ですが、まあ私はやはり今の目標である伏見にね、行きましょうか。はい、ではですね、向かっていきましょう。戦国亭ですね。屋敷町っていうところら辺にいるらしいので、そこを目指していきましょう。銭湯か。たまには風呂にも入ってゆっくりしてみようか。銭湯に入る。ちょっと入ってみようか。よし、入っていこう。サブストーリー40、良い汗をかく男、いらっしゃいませ。はい、じゃあ銭湯に入っていくのかな。
いや、この絵はかっこいいけど、ちょっと落ち着かないな。うん、やはり風呂はいい。日頃の疲れが癒えていくな。さて、そろそろ上がるか。いいね、こんだけ広い銭湯を独り占めできたらいいよね。風呂上がりの一杯は格別だな。ん？あ、服がない。やばい。ないな。俺の着物がない。ほさ。ん？あ、こいつか。これはとっちめてやらにはいかんね。なんか睨み合ってますね。今のは俺の着物。おい、待て。お客さん、裸。え、なにこれ、全裸で追いかけるの？待て。ちょっと待って。あら、まあいい体。待てい。終わりだ。はい、捕まえました。ランニング鍛えといてよかったね。見上げてやろうだ。まさか裸のまま外まで追いかけてくるなんてな。うん、観念するんだな。いたぞ、あそこだ。え、しまった。お前も年貢の納め時だな。か、うん、なぜこっちを見ているんだ。泥棒は俺じゃないぞ、そっちの男だ。ご用だ。街中をすっぱだかで走り回っていた男っていうのはお前だな。何？いや、俺は着物を盗まれてからそこの男を追いかけただけだ。言い訳するな。この変態を引っ捕らえろ。面倒なことになってきたな。一旦銭湯まで逃げよう。あ、逃げた。待て、変態。捕まるわけに。また銭湯に戻るの？銭湯どこ？ここ曲がんの？曲がって左か。左で。すごいぞ。ここまっすぐだね。よいしょ。無事銭湯までたどり着けたな。ひとまず中で着替えさせてもらおう。うん。荷物だけはとりあえずゲットしたかな？着物ね。あ、お客さんお帰りなさい。うん、ひどい目にあった。せっかくさっぱりしたのにね。あ、いた。先ほどはすいませんでした。え？え？そうか、誤解が解けたんだな。はいはい、事情を聞きもせず変態扱いしてしまいすいませんでした。あの着物泥棒はどうなったんだ？はい、泥棒のやつはあの後コソコソと逃げようとしていたらしいんです。足たちの仲間が捕らえたそうです。あなたに追い回されて疲れていたのか、すぐに捕まえることができたみたいですよ。そうか。このところ着物泥棒の被害が多くて困っていたんですよ。うちの店でご迷惑をかけてしまったお詫びと犯人逮捕のお礼にこちらを受け取ってください。水晶をもらった。私たちからもご協力感謝します。それではこれからはたとえ風呂屋であっても気を抜かない方が良さそうだな。はい、良い汗をかく男。はい、徳がね、異常に溜まっていきますね。はい、ということでもうちょっとだね、もうちょっと起きたんとこいけるね。はい、では行きましょう。はじめちゃん、こっち。屋敷の中の状況は？ねえ、金の葉の獅子たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎ。
これから踏み込まれんのも知らんとアホな連中や。人数はなもどうでもええろ。なんぼおってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけ。新選組に入った甲斐があってね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ蹴りや。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。他に何があるっちゅね。さあな。くぅ、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。準備はええな。うん、いいだろう。ああ、いつでも行ける。よっしゃ、行くで。毎度おおきに。ご存知新選組やで。今からぶっ殺しに行くでお前ら。はい、戦国虎之助を探せ、虎之丞かな、うん、ということなんですが、まあ、新選組の格好ってこんな軽装で討ち入りしに行ってるわけじゃなくて、もうちょっとね、鎖帷子とか鉢金とかね、なんかこう切りつけられても、まあ、致命傷にならないような、まあ、防具はしっかりね多分してましたよね。強くない相手なんで、まあまあまあバン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 やっちゃいましょうか。いた、こっちじゃなくてこっちの襖か。ほい、こっち来るな。はよ、はよ、あの格好、相手が心の主戦国か。奥へ逃げたな。外で起きたたちも派手にやっているようだな。今は戦国を追うぞ。はい、起きたたちも派手にやってる。あ、起きた、起きたさん、起きたさん結構手こずってるじゃないか。ちょっと当時そこはもうババッとやっちゃって、起きたさんねえ。はい、起きた元気。そんなやつに手こずってんじゃないよ、起きた。ふぅー、よし、この奥かな。おい、おーら、おい、攻撃力だけったらもうこれはドラ。ふん、おい、トイ、はい、いかにもな悪だくみしてそんな感じの戦国さん、君の最後も、はい、うわー、やば、ここはちょっとあれだね、さすがにちょっと数が多いな。よし、全員倒したか。行くぞ、待ってろ戦国。そこまで。何やお前は。お、ただ田さん、私は近藤勇ともやり合ったとこですよ。君ごときがうわー、グエー、あんたごときに負けるような斎藤じゃないんですよ。やっつけちゃった。よし、行くか。フォイ、まだどこまで逃げるのこいつは。やばいな。おお、くそ、なんだあれは。隠れながら拳銃を撃つか強引に近づくか。うん、まあこんなのね、隠れながら行ったらいいんだって。行った、どうせタイミングがあるんだから。そこまでそのガトリングガーのね、あのタイミングとかはね、行った。あ、いた、めっちゃダメージ受ける。さすがにきついなこれ。ちょっと体力減ってきましたね。まずいね、さすがにちょっと。おい、ちょっとここら辺に傷薬使っとこうか。
これ使える？よいしょ。おい。で、む、追ってか。数が多いな。一気に蹴散らす方法はこれだ。はい、撃つ。あー、いいね。何これ、もう完全にあれじゃないですか。撃つ撃つ。あ、もう弾がない、弾がない。もしかして弾なし。あー、弾なしか。くっそ。よいしょ。コールオブデューティーを思い出しますね。よし、追っ手を倒した。戦国を追うぞ。はい、ではですね、ちょっと体力回復させてレベルをちょっと上げました。では行きましょう。お、アイテムがいっぱい転がってるね。あ、いいね、三星弾とかも。やべえ、強さなの来た。何これ。おい、おや、いった。これ体術で戦うの無理があるな。ほい、どりゃ。おお、くっそ、やばい。なんかアサシンクリードのうわ、アサシンクリードの気持ちで操作方法をやってやるとダメだ。よいしょ、タフだなこいつ、全然倒れないぞ。よっしゃ、そりゃあ、いや、いいぞ。ふー、粉砕の極意。お前が戦国虎ノ城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、トンショまで来てもらう。勘弁してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国は。なんや、遅いやないか、起きた。どういうことだ。さて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけや。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうことを知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。ほれ、例の芹沢かももそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、町中で大砲ぶっ放すわ、えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てならんで。はぁ、それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。あ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。なんや、冗談やて。それより沖田、約束の件、バックへの口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたんは獅子たちだけどちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何なあ、沖田はん、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、沖田はん。はあ、起きた。ええ加減だ。
なんでや起きた。お前聞いたことないか、カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さて戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由、それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん、いや調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうやあの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや山ちゃんや。新選組一番隊隊長沖田総司。はい沖田さん。いや本当に沖田さんが、うわお、めっちゃ強くないか沖田さん。うわちょっと強すぎる沖田さん。やめてやめて沖田。沖田お前本当に強い。ういやばい沖田は強いな。沖田と戦うことになるかと思ってたが、強さがちょっと桁違いかもしれない。桁違い。やばい沖田さん、ちょっと待って。沖田さんアイテム使わせてください。ここはちょっと使わざるを得ないね。活力弾を使わせてもらって、今まで使ったことなかったんですが、型をよいしょ、ちょっと卑怯だけど。起きた。危ない。くそ強い。やばい起きたさん強すぎる。ゾリャよし、ここで決めろ。大技決めるんだ。ゾリャよし、あ、だいぶ起きた、削ったぞ。よし、これで起きたお前の聞く一文字も失って大丈夫か。起きたその小刀で戦える。起きたくそどい、どうだめだ。起きたいやでも絶対覆面の男じゃないよこれ。うえ起きた起きた掃除やっちゃいました。起きた赤いスカイテム使えたんだね、戦闘中もね。
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんいうんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思うてな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。手紙？何だと。はじめちゃん？バカだ。はじめさん。兄弟が死んだだと。天然理心流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男、近藤勇は
覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男、沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。中岡、じゃあ竹地は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は一年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え？長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま今日で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは今日にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだがな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔出さずにおとなしくしてろ。わかった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。
ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。今はただ酒が飲みたい。ふくふく屋にでも行くか。伏見一番街だったな。はい、ということで、今回はですね、ここで終了するかどうかちょっと悩むところですね。もうちょっと行けそうな気がするんですよね。伏見一番街南のふくふく屋に行ってみましょうかね。うん、まあちょっとね、例のこの人物解説はしておきましょうか。土佐のシャンペイタの訃報を聞き自暴自棄になっている、坂本龍馬さん、そして中岡さんは、竹シャンペイタ死亡の詳細を知るため、一人土佐に帰ります。まあ、黒幕がね、まあ、新選組のね、新選組を使って、まあ、土佐の内部からですね、自分のね土佐を操りたいってやってる人間がいるんじゃないかというね、もう一つね別の説が出てきましたよね。うん、はい、お登勢さんで、お嬢ちゃんが竹地の不穏に荒れる龍馬を心配していると。そしてここで変わってるのは、うん、変わってるのはもう沖田しかいないですよね。うん、今日最強を誇る新選組の中でも最強と目される男、自らを吉田東洋の殺害犯と名乗り、龍馬と対峙するが龍馬に本気を出させるための嘘であったと。うん、まあ、犯人は、この人か、まあ、この人か、っていう、まあ、あと、東堂かっていうね、今、三択に絞られてるんですけど、まあ、でも、源さんかなと。源さんが、死亡者というか、ね。うん、で、まあ、裏でね、裏で、でも、もう一人の坂本龍馬とかいるので、まあ、幕府型の人間がね、もしかしたら絡んでるのかもしれないですが、うん。で、ハンペイトさんは、土佐で死亡したとの知らせが届くと。で、伊蔵は土佐に送還されて、確かね、1話目でもお伝えしたんですが、そのね、金納刀の、その、やってきたことを洗いざらいぶちまけてしまうっていうことを伊蔵はしたんですよねっていう話をしたら、ここで、ようやくそれをね、伊蔵さんがしてしまったと。で、ハンペイタは切腹させられちゃいましたと。まあ、そういった状況になっております。まあ、人はね、こういうなんかショッキングな事件があった時ってどうして酒を飲もうとするんでしょうね。わからないですけど、まあ、全て忘れたくなるんでしょうね、きっとね。はい、じゃあ今回はふくふく亭に行ったら終了にしましょうかね。はい、じゃあ行くよ。あー、ちょっと龍馬さん酔っ払ってるから、ちょっとまっすぐ歩けないかな。酒をくれ、酒をくれ。はい、ふくふく屋さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お好きな席どうぞ。旦那はん、よう飲まれますな。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したらお酒が泣きますえ。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんですか。うちお店知ってますけど、蔵町にある松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。
お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。あの女、見透かしたようなことを言う。今は酒が飲めるならそれでいい。倉町の松の井だったか、行ってみるか。松の井へ向かえ。はい、ということで人のね、人の店に行ってやばいですね。人の店に行って客引きするって、そんなことしていいの。はい、では松の井の前に来ましたので行きましょうか。ようこそ、お越しやす。今日は貸し切りどす？ゆっくりしていっておくれやす。お、やってますね。お前は桂小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして、生松と申します。今後ともごひいきに。一応ね、俺なりにあの時のお礼がしたくてご足労を願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか。長州、竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか。地層になったな、龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。
龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日での、すこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったの、お前ら。いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからって、まさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件けりつけようやないか。前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。
だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらおうぜ。今はとことん暴れて気分なんだ。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とる。プロヤン時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。くそ！一丁暴れてやるしかないのか。はい、ということで、なぜか殴り合いになってしまいましたね。あー、しかも西郷とどっちとも戦うのか。おお、お前らちょっとやりすぎだろ。よいしょ、私はちょっとそんなに鍛えてるんですが、くそ、痛い。うん、いやー、これにて薩長同盟が締結されるのか。こんなところで、長州と薩摩の仲が悪いっていうのはね、まあ薩摩と長州はね、あれなんですよね、まあ、長州藩をですね、薩摩のね人たちがね、結構こうやっちゃってるんですよね。京都のなんか長州がやろうと思った、そのなんていうんですかね、改革に対して薩摩が幕府側とちょっと絡んできたんですね。ふん、ふん、ほい。でそれによって、まあ、幕府側とね薩摩が絡みつつ、日本を変えていこうという考え方だったんですが、長州はもう完全に幕府をぶっ倒すっていう考え方で、まあ、そこでちょっとねいろいろとこう食い違いがあって、まあ、それによって薩摩藩が、まあ、長州藩をね、やってしまったということで、薩摩と長州はもう仲が悪いと。その対象組同士なんでね、まあそれはねちょっと思うところもあるでしょう。お二人ともね。はい、よいしょ、おい、ほら、おい。そして絡んでくるのは土佐藩の私ですよ。最後勝ったんだ、付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。さて、これからどうしようか。なんだこれ。楽園にも行くか、あそこなら飲み屋がいくらでもある。行く、はい、居酒屋を回れ。ということで、長州藩の大将の桂小五郎と、薩摩藩のね大将の、西郷吉之助さんと一緒に、居酒屋をね巡ることになってしまいました。今日はとことん付き合うしかないんじゃないですか。はい、土佐の竹ちゃんペイの符号を引き自暴自棄になっているところ、偶然再会した桂と西郷へやるせない思いをぶつけるかのように拳を交える。その後二人を無理やり飲みに付き合わせる。で、
老師にいじめられていた子犬を助けたその場に偶然居合わせた龍馬桂小五郎と拳を交えたうちになぜか揃って飲みに行くことに。はい、長州藩桂小五郎、生き出屋での借りを返すために龍馬を自身の店に招いた。最後吉之助と龍馬三つどもえの大喧嘩の後なぜか揃って飲みに行くことに。で、生松さんはね、これね、桂の奥さんですよね。長州藩の桂小五郎の店を任されている女、生松さんね。生松さんもなんか身を挺して桂をかばったとかいうなんかエピソードがある女性でしたよね、確かね。うん、はい、じゃあ今回はこういうところで、用語解説は異的、異民族を蔑んだ、表現。うん、はい、ということでですね、今回はこれ終了したいと思います。はい、戦闘したらですね、起きたじゃなくて、桂と西郷もね、一緒に戦闘参加してくれるっていうね、すごい展開になりました。はい、ということで今回はここで終了したいと思います。次回ですね、居酒屋巡りからスタートいたしますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ワンちゃんかわいいね、チャンネル登録、グッド評価等もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。